皆さん今年は、ね、もうそろそろ歌い収めと、の、みたいな、なんか、皆さん1年間お疲れ様でした。来年もよろしくお願いします。ね、頑張った自分にね、やっぱり拍手したりとか、ね、言った方がね、ね、頑張ったね、みんなね、やってたね、やってたっていうふうに自分を褒めてあげてください。うちはですね、なんか、今年はですね、なんかいろんな、そのノースジャーニーも含めてなんですけど、あのね、ロッツさんとかの、イベントに誘われたりとかして、あとは、その翔太郎さんのね、イベントとかで、結構ね、そういうので知り合った方がすごく多くて、なんか今年は本当になんかこう、いろんな人と知り合えて、いろんな人と、前から知ってる人ともね、やっぱもっと仲良くなれたりとかして、すごい楽しい一年だったんですけども、その中でですね、そういう出会いの中で、このギターにも出会いましてですね、前は5段というギターを使ってたんですが、それにエフェクターをつなげて、12弦ポイントを出してたんですけども、その市川のアロマナックハウスというところで、ですね、12弦ギターが、置いてあったんですね。それ弾いてみたら、すごく、あ、これはと思って、この音すごい綺麗と思って、それで、ギルドのだったんですけど、ネットで家帰ってから調べたら、ちょっとびっくりするぐらいの量になったので、ちょっと他にないかなと思って探したら、この、あんまり日本では入ってきてない変化なんですけど、ルナギターというイギリスのメーカーの、ギターに知り合いまして、来てからはずっとこれしか弾いてないです。で12弦に変えてから、感じたのがですね、ライブの前のチューニングに人の倍時間がかかる。オープンマイクみたいなのに出ると、なんか次とかって分かんないじゃないですか。手順が分かんない時とかだと、急に次とかって言われると、声が上がるんですよ。最近やったね、爆発を踏んできてだいぶ慣れてきたんですけど、あとはですね、もうこの弦を変えるのがですね、この12弦ギターはサディストだなと思うような、そういう感じを。すごく12弦用の弦って売ってるんです、売ってるんです。で、そうなんですよ。で、マニアックな話になっちゃうんですけど、普通の12弦のセットと、これって6弦の間にこう1個ずつこう復弦がついてるんですね。で、細い弦がついてるんですけど、3弦の、G の音の弦っていうのが一番細いんですよ。ギター、エレキギターとか使う方は分かると思うんですけど、1弦が 0.09 とかじゃないですか。ハイドレートとか。それのもっと細いやつ、0.08 なんですよ。それをね、G まで引っ張るんで、ジャンって弾くと、ピチンっていくんですね。で、一回ライブで使った時にもう見事に弾きまして、で、なんかいい方法ないかなと思って、いろいろと、12弦ギターを使ってる人が周りに何人かいたんで聞いてみたら、マーティンの弦のセットだと3弦の G が、の復弦が、0.10 だっていうのを聞いて、それで全然変えてみたら、全然切らなくなって。マーティンの緑のやつ、安いやつなんですけど、あれだったらあるっていうのがある。でも結構、そういうので結構いろいろと勉強になりました。今までそんなにね、アコースティックギターにそんなに興味なかったんですけど、だんだん弾いてるうちに、他の方のね、例えば、ね、アキラさんのギブソンの音とか、マーティンの音とかって聞くと、なんか、ギターと弦ってやっぱり相性あります、ね、あります、あります、うん。で、そう。で、そういうのを聞いてたりすると、なんか、ああ、面白いなと思って、部品が一つ使うと全然音が変わるとか、ね、ちょっと、もともと、ちょっと、オタキなところがあるので、なんかね、そういうのをいろいろとやってみたりとかしてるんですね。では、次はじゃあ、そのノースチャイニーでずっと歌ってたんですね。ノースチャイニーに行く前に、
先輩のミュージシャンが作っあの曲を作ってて、それを聴いて、ああ自分も作ってみようかなと思って。
こう盛り上がる曲があまりないので、あの皆さん五感談しながらで、ね、のんびり聴いていただいて、あのこうね全然盛り上がる曲がないんで、ですね、そうそう、昨日ね、ノースジャーニーっていうのに行って、いろいろと向こうの現地を見てきて、で12月の、あれだ、最初の週だっけ、金曜日かなんかに、やっぱちょっとまた、向こうの方で地震があったときに、なんとなくなんかその、向こうの、あの、3.11 の地震みたいな感じの揺れ方をしたんで、そうそうそう、それでね、すごいびっくりして、あの、そのノースジャーニーで向こうで知り合った、あの、赤崎さんっていうミュージシャンがいらっしゃるんですけど、あの、その方にちょっと連絡をしたら、あの、全然こっちは大丈夫だからね、すごい安心したんですけど、その時にいろいろと話してて、あの、ノースジャーニーにやっぱり来年また行きたいですって話をしてたら、ぜひ来てください、でも向こうのねミュージシャンの人たちってあのたくさんいるわけで、でその赤塚さんがなんで自分たちでやらなかったんだろう、自分たちで楽器弾いて歌えるのになんでこっちで自分たちで主催でやらなかったんだろうって、で次からそういうのやれるようにしたいなっていうのを言ってくれて、で、ああ、じゃあそういうのも楽しいですねとか、自分ももしそういうのがあったら呼んでくださいねみたいなって言ってたら、あの、ノースジャーニーに行って、やっぱり現地を見てきたですね、僕、うちだとか、みなみちゃんなんかとか、もがみさんなんかもそうだし、いろんな方が見に行ったりとかして、でそういう人たちが、あの、その赤塚さんという方が、あの、現地のことを知らせてほしい、こうだったよ、ああだったよっていうのを、あの言ってない人たちに伝えてほしい、あのそれだけでも十分っていうふうに言ってくださって、その時にあ自分たちがこう伝えることってすごい大事なんだなってちょっと思って、そんな中でですね、友達のミュージシャンの、方がですね、内側の結構あのこうセブンスコードとかですねテンションコードに使う曲ってそればっかりの曲が多いので、あのそれを聴いて、あの初めてセブンスのコードを使った曲を作ったんだって言って、あのめちゃくちゃで歌わせたりもしたんですが、ピースワールドというね、コーディスの素敵な方がいらっしゃって、その方がピースワールドという曲を作ったんですが、それにあのね、バカとかが好きなんですけど、ちょっとそこも大好きなんですけど、あのそういうバカの世界だと歌に、歌で返すあるので、じゃあいつかその浩二さんに歌を返して歌で返してやろうと思って、でそれで続ピースバルドという曲をそのノースジャーニーに行った後にそういういろんな向こうで感じたこととかそういうのを、ね、含めて書いて作ってみましたっていうのがノースジャーニーのその注意書きみたいなこうあれに、あの曲は帰ってから作りましょうみたいなことが書いてあったので、ついちょっと作ってみました。もう作品にします。
まだね、そういう本当に今までの生活ができてない人がまだたくさんいるってことをやっぱり忘れちゃいけないと思うっていうのが本当に最近すごく思うことで、なんかやっぱりだんだん最近復活してきちゃってるのかなっていうのもすごく感じるんですが、あのね、やっぱそういうとね、まだ仮設住宅とかに住んでる方もいらっしゃるぐらいだから、やっぱりそういうのがね、忘れちゃいけないと思います。ですごい真面目な話をしてますが、のこさん、お誕生日おめでとうございます。今日はですね、勝手にですが、チーズケーキを作ってきました。ありがとうございます。ゆずが結構たくさんもらっちゃったので、どうしようかなと思って、ゆずにしてみました。最近そういうことをやってるとですね、こう毎回行ってるライブハウスとかですね、次は何が食べたいとか言われることが多くて、なんか最近は、曲をし歌いに行ってるのか、なんか作りと思ってるのかよく分かんなくなってきてるのが最近ですね。まあ、そんな話もあるんですけど、皆さん、今年はなんかいろいろと楽しみとかありましたか？ありましたか？うちはですね、またお台場にガンダムができたというのが、ね、とても良かったなと思って、あとエヴァンゲリオンの Q というのがですね、それじゃ本当にオタクじゃないかって感じだったんですけど、そういうのも本当にすごい楽しみだったので、私はなんか本当に盛りだくさんの年でした。で、またこうやって皆さんと会えるのもなんかすごく本当感謝感謝で、本当にね、おじさんとかおじさんありがとうございます。今日読んでいただいて、あとね、2曲お付き合いください。差し伸べられて温かい手の日が
Mm-hmm.